ベカフェ。収録したお日にちは5月の18日土曜日14時でございました。今回のゲストは2年ぶりの登場、近鉄バファローズからのオリックスファン、松吉さんでございます。松吉さんをお招きいたしましたのはパリーグ FM2024 5月号オリックスバファローズ特集。はい、ベカフェでございます。今回のゲストは大阪在住近鉄からのオリックスファン、久しぶりの登場、松吉さんでございます。自己紹介お願いします。あ、松吉です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。以前出てもらった時はですね、ベースボールカフェキャン中世って名前の番組だったんですけども、それを新しい番組に切り替えまして、今はベカフェというタイトルでやってるんです。はい、で松木さんはベカフェタイトルになってからは初登場となります。で、はい、はい、前回のご登場いただいたのが2022年の2月、ああ我が青春の近鉄バファローズという回で、そうですね、ね、千年さんとあと飛び入りで翼さんって方も出てくださったんですよね。はい、だから2年以上ぶりです。あ、そうなりますか。はい、はい、ということで、今宵は一つよろしくお願いします。今宵って言ってもお昼間撮ってますけどもね。はい、ということでね、このベカフェ新コーナーを立ち上げようと思っておりまして、第1回松吉さんにご協力いただけたというふうに思うんですけども、新コーナーは俺の推し監督というのをやってみたいと思うんですよ。あ、僕ね、巨人ファンじゃないですか。はい、で今年こそですね、阿部慎之助監督が新監督に就任してくださったんですけども、はい、はい、原がやってで高橋由伸が3年やって、原がやって、堀内やって、原がやって、長嶋がやって、藤本がやって、王がやって、藤本がやって、長嶋がやって、川上がやって、水原がやってと、空で言えるぐらい少ないんですよ数が、巨人の歴代監督。藤田は、藤田元志さん、はい、うん、藤田元志さんも2回やってるんですよ。はい、3年か4年の周期を2回やってるんですけども、というふうにですね、僕はあまり自分が応援してるチームで監督がそんなしょっちゅう変わらないんですね。はい、うん、そんな僕にですね、他球団ファンの方からこんな監督が僕は好きですっていうのを教えてほしいんですよ、ゲストの方に。はい、第1回松吉さんにですね、ぜひ歴代の、まあ、近鉄も含めてオリックスも含めて好きな監督を一人チョイスしていただけませんか。うん、どうなんでしょう、やっぱり大木さんとかになるんかな。あ、大木さんですか。近鉄からのファンだから藤本さんとか言いそうだったと思ってたんですけど、そうでもないですね。藤本さんじゃなかったっけ、あの鉄拳制裁の。あ、西本さん。あ、西本さん、西本さんよりも大木さんの方がいいですか。うん、大木さんのどの辺がいいですか。勝負師って感じで、うん、うん、あの痛めほとんどヤクザみたいな感じで、うん、九州の生まれで、はいはいはい、なんかほんまに任侠って感じで、表情はいつもニコニコしてるような表情ですけども、あ、まあ、年食ってからね、そうなんですけど、うん、若い頃は結構そうなんだ。はい、パンチパーマの印象ではありますね。はい、うん、扇マジックなんて言われた人ですよ。はい、ね、近鉄時代もパリーグを制覇してね、巨人の日本シリーズやりましたもんね。やりましたね。加藤哲朗さんの時だ。そうです。でもその前の年は確かロッテと引き分けたんだったか、逆転優勝できずみたいな年もありましたよね。そうですね、 10.19 か、うん、はい、それを経てでオリックスの監督もされてといった中で、イチローさんにしても、はい、野茂さんにしても、後にレジェンドになるの選手に大きく育て上げたと言える監督さんですよね。そうですね。これが見事だったみたいな采配とかなんかあったりしますか。選手名前つけるのうまかったですね。外人選手に名前つける？ DJ とか。ああ。小木さんがつけたんかどうかはわからないですけど。でもタイミングとしてはそうですよね。DJ もそうだ。でもパンチとイチローもその時でしたよね。そうですね。ね、ニックネームが登録できるようになった走りでしたもんね、その時時期がね。はい、それに上手乗れましたよね。うん、うーん、扇明さんな。実は僕が住んでる島根県安来市も扇明さんにちょっと縁があるんですよ。あ、そうなんですか。
市民球場があるんですけども、安来市市民球場の名前がアラエッサスタジアムっていうんですけど、安来節のアラエッサスタから取ったと思うんですけども、はい、名前付けたのが扇さんなんですって。野球場の入り口に行くと、あのそういうパネルがあるんですよ。扇明さんにネーミングをしてもらいましたっつって書いてあったりするんですよ。なんでそういった縁があったのか全然わかんないんですけど、俺の推し監督にふさわしい人選でした扇明さん。今後このコーナー続けていこうと思ってるので、また扇さんって言ってくれる方もいらっしゃるかもしれませんし、新たに他にこんな監督が好きですっていう人もいるかもしれませんので、また楽しみにしたいかなというふうに思います。はい、ということで本編スタートしていきたいというふうに思うんですけども、はい、現在昨日5月17日まででですね、オリックスバファローズは38試合消化しておりまして、15勝21敗、2つの引き分けで、パ・リーグ5位といった形になってます。はい。うん。昨年まで3連覇を果たしたオリックスが、やや不調の感を感じるんですけれども。そうですね。うん。原因はどの辺にあるんでしょうね。うん、一重に打てないです。バッティング。あのね、うん。チョコマがヒットを打って、塁上は賑わすんですけど、単打という。うん、タイムリーが出ない、長打が少なすぎ、うん、たまに打ったら二塁よく割ってアウトとか結構多いし、うん、一番ホームラン打ってんのが、うん、セデーニョなんですけど、はい、8本打ってるんですけど、8本、はい、楽天戦で6本っていう、うん、偏った。そうなんだ。その楽天戦も昨日なんかもう徹底して外角攻めで、うん、くるくるバット回って、うん、もう通用しなくなるのも時間の問題みたいな感じで、そうなんですか。外ばっかり気にして、うんうん、セレーニョ迎えに行ってるって感じで、セレーニョ選手の方が、森友哉ってまだホームランがゼロなんですか。ゼロなんです。フェス直撃のね、惜しい当たりは1個あったんですけどね、うん、うんうんうん、打率はちょっと回復してきて2割3分、僕今見てるのは2割4分6厘って書いてあるな。ああ、うん、まあこの辺ってことか。一時は初級、うん、初級1ポップフライ製造機やったんですけど、製造機パーンってセカンドフライ打ち上げるみたいな、うん、やったんですけど、ちょっとはマシになってきたんですけど、それにしても一発が出えへんなっていう。ホームランパリーグの中で一番少ないと思う。12球団で一番少ないんちゃうかなと思うんですけど。あ、そうですか。セデーニョしか打ってないんで、ほとんど。なるほどね。トング選手も。トング4本打ってるんですけど、トング昨日抹消になったんで。うん、なんか怪我かなんかですか。いや、不審で。2割届いてないですね、打率が。5月の打率、0割8分3人やったんで。そうなんですか。全然打てる予感がしないバッターボックスで、うん、西川も1割5分広島から入ってきた西川龍馬選手、あのね、はい、大根切りの出会い頭のホームランは1本打ったんですけど、はい、大根切りだったんだ。はい、それっきりで、うん、なかなかヒットも出ないみたいな感じで、松吉さんが昔から推してる西野選手は3割打ったじゃないですか。怪我したんですよ途中で。また、あ、そうなんだ。また戻ってきて。はい。あと今推してるのは中川なんですけど、はいはいはい、中川もちょっと足怪我してまた戻ってきたんですけど、うん、短期で、うん。その2人がちょっと頑張ってんのと、紅林が2割7分ぐらいかな。はいはいはい。が目立つぐらいで、あとは、うん、押しなべて2割前半。うん、みたいな感じで。なるほどね。そうか、あ、まあ、だから打撃が不振であるということですね。はい。ピッチャーもなかなかしんどいっていうふうに聞いたことがあるんですけど、ピッチャーはね、うんうん、山下俊平太と宮城の左右両エースがいないです。はい、宮城は大胸筋、大胸筋、うん、なんか1ヶ月かかるとかね。えゲームの途中まで投げてて降板したの、うん、胸か。だから結構柔らかく体使って投げるタイプじゃないですか、うん、胸にも大きな負担がかかってたんでしょうね。そうね。あ、かぶって投げるから。そうですよね。あ、1ヶ月か、ちょっと長いですね。山下はどんな感じですか。
明日は2軍で投げてますけど、なかなか泳ぎがかからないんで、まだまだなんかな。コンディション不良とかではなく、調子が悪いという感じなんですね。そうみたいです。このシーズンは山本由伸選手もいない、それから昨年2桁勝った山崎福也選手もいないといった中で、はい、この2人の離脱は非常に大きいですね。山崎福也調子いいですもんね、4勝を挙げて。ハムでね。今はじゃあオリックスはローテーションの柱っていうのはどの辺が担ってるんですか。エスピノーザーと東、東ね、はいはいはい、ソタニ、田島、カスティオ、であとムクノキ、はい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 、ぐらいです。名前を聞くと結構頼りがいがあるように感じるんですが、そうでもないんですか。いやなかなかしんどいです。そうですか。リリーフ陣はいかがですか。リリーフ陣はね、コビだったことなんですけど、はいはいはい、怪我して、セットアッパー離脱してるんで、痛いなっていう。吉田輝星とかも投げてるんですけど、だんだんメッキが剥がれてきたって感じで。メッキが剥がれてきましたか。そうですか。はい。山岡選手とか宇田川選手だとかっていうのはどうなんですか。宇田川戻ってきたんですけど、宮城の代わりで、はい、投げてみんとちょっとわからないって感じで。安定感がないですか。突然コントロール乱したりとか、信頼して任されへんなっていう、あら、そうですか。山岡はいかがですか。山岡は一個も上がってこないですね。上がってこない、これも怪我ですか。怪我やったと思うんですけど。山崎総一郎選手はいかがですか。総一郎は投げてますけど、なかなかどうなんでしょう、お呼びがかからない状態で。2軍で投げてるけど1軍からのお呼びがかからない。はい、そうですか。だからベンチサイドとしてはまだ時期尚早であるという判断なんでしょうね、きっとね。そうですか、そうですか。よう5位で踏ん張ってるわと思って、スライオンズっていうもうチンチンに冷えてるチームがあるんで、はい、打線が、もう中村はまだ4番打ってるぐらいやから、っていうチームがあるから、まだそれでも3ゲームしか空いてないから、そろそろ上がっていってもらいたいなって思いつつ。なるほど。今お話を聞いてると打撃も低調であるし、ピッチングスタッフも頼りにならないといったふうにお話を聞いて受け取ったんですけども、はい、上がり目みたいなものが感じれるような選手っていませんか。いいね。例えば北亮斗選手とかって一軍に上がってきたんじゃなかったでしたっけ。北はまた落ちました。また落ちたんだ。あ、そうなのか、はい、あ、そうですか。他、そうね、どのあたりが期待を持たせてくれるのかな。義母翔選手あたりはいかがですか。義母は上がってきましたね。あのゲーム出ましたからね。スターティングラインナップに名前を連ねることはないですか、義母選手が。相手ピッチャーによりけりですけど。あ、そうなんだ。まあでも西野がおるからポジションが、ポジションかぶりで出れないのか。はい、西野サードも守れるんですけど、はい、胸がおるから、はい、多分セカンドへコンバートされるんで、はい、まあ、出てきても終盤西野の代わりにピンチランナーとして出てきてそのまま回るみたいな。ああ、義母選手はそうなんだ。そういう使われ方なんですね、はい、そうか。去年のね、チャノみたいな選手が出てきたらいいんですけど、ね、そうですね、勢いつきますしね、はつらつにプレーされる選手、あの肩の強い、足の速い選手の印象があるんですけどもね、バッティングも。茶野も出てきてないんで、1試合も。ね、2軍のスターティングラインナップには名を連ねたりするんですけどね、T 岡田さんは2軍で4番打ってるんですね、今。そうなんですね。投手陣の上がり目なんかないですか。例えば高島選手っていうね、ピッチャー、顔もかっこいいし、はいはい、若い選手っていうふうに聞いてたりするんですけども、高島選手の印象なんかいかがですか。島も昨日は打たれたからね。あ、そうなんですね。
防御率がだんだん悪くなってきて。あ、昨日負け投手になってますね。そうなのか。どの回投げたんだろう。ちょっと見てくださいね。あ、終盤でリリーフで2失点か。あ、村林に打たれたの。あ、そうですか。最近僕楽天の勉強してましてね、はい、楽天がなんか徐々にラインナップが固定されつつあって。そうですね、うん、古い名前の選手も多くいるんだけど、フレッシュな選手も結構いて、楽天楽しいなと思って今、別に全然応援もしてないんですけども、勉強はしてたりするんですよ。まあ、はい、森選手も不振だという教えていただきましたし、頓宮選手も2軍に落ちたというふうに聞きましたけどもですよ、はい、巨人も一応、ホームランがぐっと減りまして、打点も全く叩き出してないけれども、投手陣が活躍してて、1位と2位を行ったり来たりみたいな現状なんですね。ね、そんな中で、いろんなトレードの噂とかもちょいちょい出てたりするんですけども、この間キャッチした情報、まあ、噂レベルですよ、あるかないか知らんけど、ラオウドリを画策してるという話聞きました。ね、巨人が。松吉さんはこのラオウはいかが思われますか。年は全然なんでね。え、何？全然活躍してないんで。うん、ああ、はい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 。巨人はね、気がつくと右の主力バッターっていうのが岡本と坂本だけになってしまいまして、右バッターが不足してるのと、それからホームランが打てるバッターっていうのは非常に少なくなってるといった現状の中で、あとさっきも松木さんのお話では山岡も山崎も宇田川もいまいちだというような話だったのでね、うん、巨人からは3人のピッチャーの候補を立ててるっていう話なんです、うん、畑、今村、高橋優希、この3人の中から2人ぐらいで交換トレードできんかなというか、そんな噂があったりするんですけども、松木さんだったらどうですか、動きますか、それともダメ、ラオウは出さないよですか、どっちですか。出したくはないですけど、うんうん、ありとて打つかどうか怪しい。ラオウ選手の魅力の一個にですよ、 CS とか日本シリーズ、シリーズ系に強い印象もあるんですよね、はい、短期決戦というか、うん、この噂が出たのも巨人にとって右バッターである大砲系が少ないの中の要因の一個として、短期決戦に強いっていうのもラオウ選手の魅力として受け取れることができると思うんですけどもね。畑にしても今村にしても高橋優希にしても、今現在投手陣が好調なもんですから上がれないといった格好になってるんですけども、そう悪いピッチャーではないんですよね。そうですか。そう、今村なんかはサウスポーでリリーフも先発も両方できますし、それは畑にも言えるし、畑は三振も取れます。で、高橋優希はかつて2桁勝利したことのあるサウスポー、スクリューボールが持ち味ですね。とはありますが、なかなかラオウ出しづらいですか。中島さんどう考えてるんか。昔ですけども、いい岡だと藤波の噂もありましたよね。 あれが不成立になった結果、いい岡田選手は今でも2軍の出場になってますね。キーを逃したって感じしませんか。わかんないですよ、あの他球団に移って、いや、リフレッシュしてみたいな。あの巨人で今活躍してる泉選手っていうのもソフトバンクから、はいはい、トレードで巨人に移ってだいぶ良くなってきた選手なんですよ。っていうような可能性はあったりなかったりせんではないと思いますけども。ラオ取ったとして何番打たすんですか。ラオ取ったとしてね、ラオ選手はファーストか外野でしたよね。レフトですね。レフトですよね。ライトか、うん、打順ですよね。打順、そうな、そうな、5番6番ぐらいがいいかなと思うんですけどね、うん、今巨人外野がまだまだ固まってなくって、ちょいちょい長野や丸は今レギュラーっぽいな、まあ、梶谷がよく出るようなシーンもあるんですけども、そこに割って入ってもらえたらいいかなと思いますけどね、はい、まあちょっと若いかな。まあそれもありますけども、やっぱ長打に期待したいですよ、獲得した暁には。好調の頃のラオウ選手のバッティングが非常に柔らかく印象があって、技術を感じる打ち方を感じるのでね、いい選手だなと思うんですよ。あと坂本がずっとショートやってましたけど、今シーズンから正式にサードに移りましたが、ね、1週間に一遍お休みするんです、怪我してなくても。その時にはだいたい伊豆口とか
中山とかサード守ることが多いんですけども、そうじゃなくってファーストの岡本をサードに一旦据えてファーストにラオウを入れるのもいいのかなとも思ってもするんですけどね。はいはいはい、使いようはとてもあるんです。仕事の芝生はいっぱいあるんですけど、ね、うん、なんでしょうね、うん、話に乗るんかどうかだとしてまあ噂レベルですからね、うん、はい、打撃もなかなかしんどそうなオリックスさんだったらカンフル剤にもなり得るラオウ選手はなかなか出しづらいという部分もあるのか。調子取り戻したらチームも勢いづきますしね、うん、だからそこやとは思ってるんですけど、そうですね、どこまで続くのか、うん、うん、あと福田周平は頑張ってます。まあそうですか、そうですか、福田周平選手今は外野なんでしたっけ。センターですね。そうですよね、あのそもそも内野の選手だったけど外野にコンバートになったんでしたもんね。確かね、小兵の選手でしたよね。ちっちゃいですね。ね、だから決して不審な選手ばかりではないということですよね。西野選手もそれから中川選手も福田選手も頑張ってる選手は多いということですね。あ、今収録してる現在もデーゲームでやってるんですね。3対0で負けてますね。そうですね今日は森選手が4番に入ってんだ。昨日は中川やったんですよ。そうですよね、うん、はい、森選手も今は調子が悪いかもしれないけど当たり出したら結構固めて打てると思うんでね、うん、早く一発を打ってもらいたいな。そうですね、もう5月の18日ですからね。第1号打ったことないのは過去にないらしいんで、プロ入りね、そうですよね、結構早い段階から外野手として出てましたもんね、バッティング変わりてね、森選手はね、はい、西武時代からね。こんだけ不振が続くのも珍しいですね。でも今日は4番 DH で出てますよね。これだけ打撃に才能のある選手だから、そのうちまた調子を取り戻していつもの打撃を見せてくれるのを切に願いたいというふうに思いますよ。今日は準和製の打線なんですね。ゴンザレスいないですね。ベンチにはいるそうです。ベンチにはいます。セレーニョ選手もそうか、さっき8本7本か7本の本塁打放ってるけども、楽天戦って言われませんでしたっけ。楽天戦得意なのに外してるんですね。わ、ね、かんと思ったんか、うん、楽天の先発は今日は内か。うーん、あとさっき去年の茶野選手のようにって言われたけど、茶野選手も一軍のベンチに入ってるじゃないですか。上がってきてない、うんね、この茶野選手のまたハスラスとしたプレーも見たいですよね。そうですね。そうか、福田、西川、中川という3人の外野陣なんですね。打撃のバランスも考えるとなかなかよしすぐにって感じでは使えづらいのかな。また対戦相手にもよるんですかね。そうだと思います。うん、はい、いうことで現在3連覇中のオリックスがずいぶん苦しんでるというふうに聞いてて、で松木さんからは今日はあの収録は愚痴ばっかしになっちゃうからなっていうふうな DM のやり取りの中で伺ってましたけども、まだまだこれも言いたいよってのがあったりしますか。愚痴ばかりでもいいので30分だけお付き合いできませんかってお願いして今日は出てもらってるんですけども、30分が経ちますでね、うん、言い残しはないようにというふうに思ってるんですけども、つながりが欲しいですね、やっぱり打線に。打線のつながりですか。うん、うん、CS のプロ野球ニュースでね、CS 斎藤脇夫がね、はい、斎藤脇夫、はい、そろそろメンバー固定したらどうやって、うん、いじりすぎちゃうかっていう、うん、お言葉をいただいたんですけど、はい、まあ、多分岡島さんはいじり倒すと思うんでだって3連覇してた時も固定せずにやってましたもんね、うん、それこそさっき推し監督の話の時も扇さんもそうでしたしね。中島監督なんてよく扇さんに使われた選手だったでしょう、はい、そういったのも経験されてますしね。中島監督の インタビューをねゲートセブンっていうラジオ番組で聞いたことあるんですけども、本当は固定したいんですってね、打線をね、ただ、はい、それにふさわしい選手がまだいないんだっていう話をされてたのがすごい印象的でした。今年のキャンプの時かな、はい、そういう音源を聞かせてもらったんですけどね。満塁ですね。お、今、はい、はい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 。で、ね、僕はしたらいいんですけど、もう2アウトやから栗林ね、うん、栗林ぐらいですね、いつも通りっていうのは、うん、あと
田と福田と紅林ね、うんうんうん、西野くんはちょっと頑張りすぎにって感じがするんですけど、怪我すんなよって感じがするんです。お、紅林2点タイムリー。ほー、これはまだまだ分かりませんぞ、今日はね。まだ初回だしね。じゃあ紅林。録画してあるんですよ、試合を。はいはいはい。買ったら見ようと思って。そうなんだ。あの、奥さんがね、うん、あの、相撲中継見てるんで、見れないんで。なるほど、なるほど。そうか、相撲もそうですね。幕下から見る人なんで。ああ、結構しっかり応援されるんですね、奥さんね。はい、じゃあ、紅林選手もタイムリーヒット打ちましたし、ね、満塁というチャンスもできました。ね、まだまだチャンスは続いてるといった形だと思いますけれども、収録はこんな感じで大丈夫ですかね。はい。はい、久しぶりのポッドキャスト出演はいかがだったですか。いやー、こんなんでいいんですか。大丈夫ですよ。今日は2本収録の予定があって、夜は今度ジャンコさんと喋ります。あ、ジャンコさん。はい、ジャンコさんは気分で見てるんやろうな、ホークスを。うん、で僕ジャイアンツファンの仲間が何人かいましてね、で交流戦の初戦がホークスだということもあって、はい、ホークスファンの方にちょっとお話聞きたいんですっていうリクエストもらってたもんですから、ジャンコさんがブッキングできたんですね。ちょっと交流戦絡みでもちょっとおしゃべりしてみたいかなというふうに思ってたりしておりますよ。はい。ホークスは周東が一番に固定できてるのがすごいなと思って。そうですね。うん、長いことダイソーの切り札でしたもんね。オリックス戦で、はい、ライト前ヒットで一塁から帰ってきたからね。あれは度肝抜かれた。なんかスピードに加えてその判断もすごい早いんですってね、はい、一流選手ですよ、うん、それがまた打てるようになって打撃打線に固定されるっていうのもすごいでかいですよね、うん、あんなスピード感はあまり感じたことないもんな。まあ素晴らしい選手だと思いますよ。そんなチームが常にねリーグの中にいるのはなかなか大変でしょうね、ライバルチームの応援してるとね。そう、山川がもうほんまにがっちりハマってるんで、うん、本当ですね。1年ブランクあるはずなんですけど ね、それを感じさせませんね。あのままやったらなボーンツンやろうかっていうぐらいのペースで出るんで、うっぷん溜まってたんでしょうね、山川選手してみたらね。多分ね、そうなんでしょうけど、うん、まあそんなホークスは強いとは聞いてるので、ホークスのお話を今日は楽しみに聞いてみたいかなというふうに思いますよ。はい、はい、じゃあ松木さんどうもお付き合いくださいましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、なるべく早いうちに編集してアップしたいというふうに思いますのでね、お楽しみなさってくださいね。はい、はい、あとねポッドキャストの中には結構オリックスのおしゃべりされる方、あ、ポッドキャストにはそんなことないのかな、まあ何本か何件かねオリックスの特集されてる番組がありますのでね、もしよかったらまたそんな後輩たちのおしゃべりも聞いてあげてくださいね。はい、はい、松木さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。